さて特集に移ります。担当は育恒さんです。はい、よろしくお願いします。サインのさまざまな活動にスポットを当てるサインの丸活。今日の丸活はこちら、ヌン活です。あまり聞き慣れないかもしれませんが、これアフタヌーンティーを楽しむ活動のことなんです。イギリス発祥で紅茶などを楽しみながら軽食も一緒に楽しむ、そういった習慣のことなんですけども、皆さんこういったの見たことないですかね。ケーキとかスコーンとかサンドイッチとかこういったものありますよね。まあ、今日は暑いですけど、そのうちもうすぐ涼しくなってくると思いますので、今日はサインで注目のヌン活スポットをご紹介します。松江駅からほど近い場所にある松江エクセルホテル東急。こちらの1階のレストランでアフタヌーンティーがいただけます。やっぱり落ち着きますね。そして目の前には豪華なお料理。どれから食べますか？迷っちゃいますね。熟した柿の食感と黒糖のほんのりとした甘さが味わえる柿の黒糖寒天寄せなど、シェフが腕によりをかけた一品が並ぶアフタヌーンティー。こちらは大山ハーブ鶏のオレンジ煮。オレンジの爽やかな香りとこのお肉の香ばしい感じがすごくいい感じに合わさっています。一口サイズでちょこちょこといろいろなものが味わえるのがとってもこう贅沢な感じ、欲張りな感じがしていいですよね。さらに松江ならではの一味違うメニューが。お、アフタヌーンティーに和菓子が出るんですか？そうですね、お茶どころ松江ならではで和菓子と抹茶も一緒にお出ししております。松江市内にある老舗和菓子店の和菓子とお抹茶がついた和洋ミックスの贅沢なアフタヌーンティー。ちなみにパティシエ新見さんのおすすめは、いちじくを丸ごと1個使ったいちじくふんだんなタルトになってます。絶妙な組み上げ方なんですけど。そうですね、もう作った人すごいな。誰ですか？うわこれまでホテルに来られたことあるお客様や、このアフタヌーンティーをきっかけに新しくご来店されるお客様、たくさんの人に召し上がっていただきたいです。優雅な時間を過ごしながら地元文化も味わえる素敵なヌン活でした。さらに今月25日からは秋の食材がふんだんに使われたアフタヌーンティーも登場しますよ。続いて訪れたのは出雲市滝町。日本海のすぐそばに佇むこちらのカフェ。 お店の中からも海が見えますね。最高のロケーション。こちらはどんなお店なんですか？こちらはですね、体に優しい食材を使った薬膳がテーマのお店となっております。薬膳カフェアルテミシア。夫婦で関東から I ターンしてきた佐藤さんが営む薬膳カフェです。関東にいた頃、忙しさの中で奥さんが体調を崩したことをきっかけに薬膳を学び、日々の食事を見直したという経験からこのカフェを開きました。苦そうとかまずそうっていうイメージを変えて、やっぱ日常に寄り添うような薬膳料理で体をこう食事で整えていただきたいという思いから薬膳カフェやらせていただいています。こちらは手羽先と夏目、クコの実などを使ったサムゲタンがメインのランチです。唐辛子だったり、あとネギのシャキッとした感じだったり、いろんな味が複雑に絡み合ってるけど生かし合ってる感じ。体を芯から温める薬膳スープになっております。美味しいランチをいただいたところですが、ヌン活できてるんですよ実は、はい、当店はですね、生年月日を元にしたアフタヌーンティーセットというバージョンもございます。ちょっと気になるんで、じゃあお願いします。かしこまりました。少々お待ちください。どういうこと？
聞いたことないですよね。どういうことなんだろうな。こちらはオーナーの妻、ナナさん。地中水明鑑定士という生年月日をもとに素質や性格を読み解くスキルを持っているんです。お客さんの生年月日から陰陽五行説に基づくタイプに分類、夫のユウさんとメニューを作ります。そんなアフタヌーンティーがこちら。スタンドに乗った季節のメニュー、そしてこちらが私の生年月日メニューです。サラツネさんの持っている星は水の陰という星なんですね。でこれはどういう方かっていうと、すごく癒し系の方で、はい、周りの人から何を考えているかよくわからないっていうふうに見られがちな、ちょっとただすごく博識で学ぶことも好きな方が多い。バレましたこの方はですね、黒い食べ物をぜひおすすめになっているので、今日は黒い食材をメインに。水の方、根菜類もですね、とってもおすすめなので、じゃがいもとごぼうで黒ごまを使ったポタージュをご用意しております。うん、ごぼうのちょっとした香ばしさがすごく効いてる。とっても美味しいですね。いろんなお話を聞きながら、学びながら、こういった時間も楽しいなと思いました。生年月日メニューは5つのタイプに合わせた全5種類。皆さんも自分ならではのアフタヌーンティーを楽しんでみては。毎日取る食事なので、美味しく楽しく食べながら体を整えたいっていう人はぜひ来てほしいですし、季節ごとに変わった景色を見ながら食べに来てほしいかなと思います。次回のマルカツは、お家で楽しめるヌン活、簡単に作れるアフタヌーンティーメニューを紹介します。はい、美味しい食とともに素敵な時間を過ごすことができました。そうですね、うん、加藤さんはヌン活ということはご存知でした？いや、ヌン活って言葉初めて聞いたんですけど、今この V 見させていただいて、なんかいいですね。今皆さんも思考を凝らしたことをされてていいですし、はい、まあ、みんな忙しくこう過ごされてる時間に、たまにはね、毎日はいけないんですけど、ドレスアップたまにはしてですね、こうゆっくり誰かとこう会話しながら時間過ごしてみたいなと思いましたね。いいですよね、はい、次回もお楽しみに。以上、参院の丸活でした。